次回のファッション通信は年末のトピックスを結集したニュースコンピレーション2018、キム・ジョーンズが来日し日本人アーティストとのコラボレーションを披露したディオールや、日本の風土や風刺を生かしたものづくりを集めた展覧会民芸、ヨーロッパの伝統工芸と奄美大島の泥詰めが出会うメイドウィズジャパンプロジェクト、さらに豪華ゲストが登場したイベントの数々など、多彩なラインナップで2018年を締めくくる。